なんとなく歴史が学べる映像をお送りする戦国チャーハンテレビ。はいどうも、金塚くんです。さあ今回もやってまいりました、戦国チャーハンテレビの YouTube チャンネル。公式 Twitter では初登場の出演者からの伝言として衣装をバッチリ決めて意気込みや見どころなんかを話してくれてるんですけど、その武将で言ったらいいのか、自分のままでいいのか、しかもネタバレしちゃいけないしってふわっとしながら喋ってる感じ、金塚くん的に嫌いじゃないんですよね。よろしければご覧あれ。はい、そんなわけで今回お送りするコーナーは戦国勧誘員じゃ。豊臣秀吉は優秀な家臣を揃えるため自ら有能な武将たちを勧誘していたと言われている。おい、よし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 。あ、どうもすみません。お疲れ様です。待ちましたか？全然本当ですか？マジ早めに来たつもりだったんですけど。いや俺も早めに来てちょっとやることあったからさ、ね、そうなんですか。いろいろさ、目を通さなきゃいけない書類とかってさ大変なんだよ。いや、こんなんだったら戦で出た方が楽だわ。あ、そうですか。いや、関白なんてなるもんじゃないね。高取君変わってくんない？いや、無理ですよ。そりゃそうだ、そりゃそうだ。いや、めっちゃ見てくるね。でさ、まあ、今日来てもらったのはさ、まあ、ちょっと聞いてもらいたい話があるからなんだけど、まあ、新しいプロジェクトをね動かそうっていう人間がいてさ、まあ、その時に、まあ、優秀な若いのいないかなって言ったら、いますよって高虎くんの名前が出たわけ。でもその場で電話しろっつってさ、俺ほら思いついたらすぐ動かしちゃうタイプだからさ、だからびっくりしたよね、急にね関白から電話来たら、え、何これってなるよね。そうですね。本物かなって。だよね、だよね、思うよね。いや俺いつもそうなのよ。もう連絡くれるなら事前に連絡してくださいよとかって言われるんだけど、いやそれじゃ意味ねえだろっつって。もううちの会社そんなやつばっか。面白い方多いんですね。いや面白いっていうかね、バカばっかだよね。ほら俺基本バカしか雇わないから。てか、まあ、そんな話どうでもいいんだけどさ、まあ、ところでさ、高虎くんさ、最近趣味とかしてる？趣味ですか？ほら武将やってるとさ、趣味をやる時間ってあんまりなくない？まあでも、うん、城のデザインとか DIY 的なの僕嫌いじゃないんで、仕事と趣味を両立させてるみたいなとこあるかもしれないですね。それなのよ。こっち見ちゃうんだね。今日聞いてもらいたい話っていうのがそれなのよ。そうなんですか。いや、高虎くんさ、もしもだよ、趣味だけやって地位も名誉も一気に手に入れちゃう方法がありますよって言ったら、これどう？趣味だけですか？そう、もう後の時間はもう自由なんだけど、だから言っちゃえば趣味の時間と自由の時間しかないわけ。それもほぼ趣味だけみたいなもんですよね。確かにそうだ。やっぱおもろいわ高虎君。いや聞いてた以上だわ。そうですか。でね、これってまだ世に出てない話なんだけど、なんか先に注文しちゃって。すいません、お姉さん、あ、こっちです、こっちです。いっせいっせい、この人です、この人。失礼します。いっせい。あんま見んなって、お前。アイスコーヒーで。アイスコーヒー、失礼します。持って帰って大丈夫ですんで。失礼します。大丈夫です、見てるだけだからね。見るね。え、高虎くんってさ、この後ケツある？いや、大丈夫です。大丈夫？いや、相手が関白だからって全然気にしなくていいからね。はい。OK。まあ、そういうことなのよ。高虎くんさ、ところでなんか聞いてるよ。仕事めっちゃ変えてるらしいじゃん。仕事というか、まあ、主君を。あー、らしいね。いや、羨ましいわ。やっぱこういうのって時代だよね。いや俺の頃ってそんなんできなかったもん。いやそんなことしたら頭蓋骨で酒飲まれかねえし。怖かったんですね。いや怖いっていうか斬新。
だからありえなくない？頭蓋骨で杯にしちゃうんだよ。いやまあさ、ほら高虎君とかの世代のことだったらさ、まあ、いい感じに DIY とかしちゃうのかもしんないけど、もう俺の時代なんて金箔オンリーだからね。金箔ドクロだよこれ。カーンカーン。ちょっと待って、これちょハマった。まあまあちょっと話は戻るんだけども、これまだ世の中に出てない話だからさ、極力オフレコでお願いしたいんだけど、その新たなプロジェクトっていうのは聚楽台あんじゃん、聚楽台あのすぐ近くに家康の屋敷をぶち立てようっていう話が上がったわけ。家康さんの屋敷を。そう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 、これすごくない？でそれ任せんの誰にすんべえって流れになって、そしたら秀長がうちの高虎くんありじゃねみたいなこと言い出して、もう白羽の矢ズバーンみたいな。なるほど、これ新規プロジェクトだからまだどうなるか分かんないとは言われてんだけど、まあ、ここだけの話、まあ、高虎くんいいじゃんってことになったら、まあ、ゆくゆく俺の下にも欲しいなとは思ってんだよ。ありがとうございます。いやまだ分かんないよ。ただ俺さっきも言った通り基本バカが好きだからさ、高虎くんはバカですよ。だよねだよねだよね。いやもう絶対気合うわって思ったんだよ。でどう、あもちろん戦したくなっちゃったら全然行っちゃって構わない。お願いします。おいすいすいすい、マジで。いいね、バカの目してるわやっぱ。オッケーオッケーオッケー。そしたらさ、ちょっとここの書類にねサインだけお願いしたいんだけど。お、印鑑持ってんの、すげえな、よういいじゃん。オッケーオッケーオッケー、早いな。主任は俺出そうか。あります。お待たせいたしました、アイスコーヒーです。あ、オッケーオッケー、あのキャンセルでお願いします。よしよしよし、頑張りました。大丈夫大丈夫、みんなってあんまりお前そう、そういうとこいいよなやっぱり。オッケーオッケー、よし。こうして高虎は屋敷を作るが、設計図を無断で変更したため家康に呼び出される。家康様にご不慮があれば関白秀吉様の面目に関わると存じ、私の一存で変更しました。ご不興であればご容赦なくお手打ちくださいと返し、逆に家康に感謝されたとか。そして後に高虎は家康へと主君を変えた。まずいやつ声かけたな。はい、というわけで戦国勧誘院を見ていただきました。今回の秀吉さんは東道高虎さんに狙いを定めて相変わらずマルチな勧誘してましたね。というわけで今回は東道高虎さんについてちょっとだけ解説しちゃいたいと思います。高虎さんといえば主君を変えまくった武将ということで、その名がよく上がりますよね。生涯で7度も変えたらしいんですよね。その中の一人が秀吉さんというわけです。主君を変えた以外にも特徴的な点がありまして、それが身長だったと言われています。だいたい平均身長が155センチ前後と言われていた時代に、なんと6尺2寸、つまり190センチあったっていうんだから驚きですよね。そんな目立ちやすい人が主君コロコロ変えてたらすぐ覚えられちゃいそうですけどね。あれ、あのでっかい人この前まで津田信澄さんとこいなかったなんてね。それとコーナー内でも語られてましたけど、築城が得意だったそうで、三大築城名人と呼ぶ人がいるほどの腕前だったみたいですよ。あとの二人が加藤清正さんと黒田官兵衛さんらしいです。そういえば加藤清正さんも190センチぐらいあったみたいですよね。やっぱ背が高かったら天井とか柱の上の方まで手が届きそうだから、築城中も何かと便利なんですかね。城ってそういう作り方してるか分かりませんけど。というわけで最後に、長身は築城得意とあるあるに。長身武将あるあるとして、背高い人は初対面でまず、やっぱ築城得意なんですかとか言われるようになったらめんどくさいですよね。ただね、仕方ないんですよ。だって三大築城名人のうち2人が190センチ台なんですから。黒田官兵衛さんも足して3で割ってもそこそこの高さですからね。はい、本日はここまで。最後まで見ていただきありがたき幸せ。この動画が面白かったと思ってくれた方は高評価の方お願いします。チャンネル登録もよろしくお頼み申したぞ。そしていよいよ明日、うつけ坂49のファーストライブ初陣をオンラインで開催します。チケットの購入
購入方法はこちら。ぜひ見に来てくださいね。以上、金塚くんでござった。バイバイ。皆さん、こんにちは。うつけ坂49の天下5、十阿弥です。うつけ坂49のファーストライブ V 陣が11月21日土曜日21時からオンラインで開催されます。メンバーは私十阿弥、そして森蘭丸くん、前田俊恵くんのうつけ坂49選抜メンバー、そして信長様がなんとアコースティックで生歌を披露しちゃいます。曲は戦国チャーハン、そして戦国鍋の曲を予定しています。そしてそしてなんと我らがセンター森蘭丸くんのソロデビュー曲も発表されるそうです。そこには信長様も絡まれるそうで、一体どんな曲になるんでしょうね。楽しみだな、マジで他にはですね、皆様の質問にお答えするトークコーナーやプレゼントのご用意もございます。まあ、こういうコロナの状況なので全員揃うことは難しいですけれども、少ない人数だからこそできる一人一人の濃密な時間を皆様にお届けできたらなと思っています。チケットなどの詳しい情報は戦国チャーハンテレビのホームページやツイッターなどでご確認ください。戦国チャーハンクラブ限定のアフタートークもございます。11月21日土曜日21時から皆様ぜひともお待ちしております。はい、それではうつけ坂49の十阿弥でした。バイバーイ。